やっと着いた。すっごいエネルギーが溜まってるように見えるけど、あれでどのくらいなんだろう。急いだ方がいいよね。すぐそこに姫が。もう手が届く。手が。これはちょっと無理だ。君たちどうする？ユキ、それじゃあダメよ。いくらやっても届くわけないでしょ。でも安心して。なぜ船の真下に来たか教えてあげる。空に浮いている大きな建物がある場合、私たちがすることはただ一つよ。へえ、コンパ流の忍術か何か？いいね、やってみせてよ。確か船のちょうど真ん中の下にある人一人分くらいの範囲を探すの。この辺かしらね。そして立って待つ。それだけよ。すごい、簡単そう。私も行くね。何これ、納得いかない。
備品の調達だ。Thank you.